さあ、オリックスですけど、まあ、今年のね、パリーグ1位から5位までめちゃくちゃ団子状態になってます。後半戦始まってですね、まあ、オールスター前ぐらいから非常にこう団子状態で、どのチームが優勝するのか、特にこの1位から5位までのね、チームがこう、A クラス争いどころか、優勝争いをこのかなり団子状態で続けているので、まあ、打点ということもね、あるんですけど、非常にこう団子状態っていうのはファンから見たらすごく面白い構図になってます。しかも、この打点に関しても、後半戦からは割とこう、ホームランバカスカ出て、なんかこう、なくなりつつあるというか、揺り戻しつつあるんじゃないかなと。オリックスの躍進を支える2人ということで、今日はお話をしていこうかなと思います。まあ、この2人の活躍が去年と違ってかなり大きいですよねということなんですけど、まあどういう意味で大きいのかっていうところはね、後ほどご紹介できればと思うんですが、去年ねオリックス優勝こそしたんですけど、スタメンとベンチとの差っていうのがやばかったですよね。本当に連覇していた西武ライオンズの感じで、スタメンのメンバーはすごいいいんですけど、ベンチとのこの差っていうのが全然やばくて、例えば代打の層とかもペラペラで、オリックスは AJ のみでしたけど、それも助っ人外国人ですからね、生え抜きの日本人とか日本人の選手っていうのが全然いなかったわけですよね。で、去年で言うと西野選手も、まあ、怪我をしてると。そして大下選手もあんまりこう好不調の波が激しくて固定できなくて、正隆が骨折して離脱してる時はなんと1年目ルーキーの北選手が外野で出てるというような、状況でした。なので正隆がいて、ラオがいて、周平、この外野3人の布陣の中で4番手に北選手が入ってしまうということで、これね、お試しとか一軍の経験を積もうとかではなくて、ただただシンプルに戦力として台頭してたんですよね。で、この北選手がルーキーでこう一軍で、まあ、出てることによって頭によぎったのがですね、まあ、太田選手とか頓宮選手の、まあ、ルーキー時代、2年目時代っていうのがちょっと頭によぎったわけですよ。太田亮選手も頓宮選手も1年目2年目と怪我でちょっとなかなか育成の時間を棒に振ってるんですよね。なのでこの2人とも2018年のドラフト1位に上位の、まあ、2名ですよ。ドラフトはね、上2人をこう当てたら、その年は成功って言われるこの2人がですね、2年目、まあ、怪我があって、特に頓宮選手に関してはポジションの変更とかもあってね、ラグが、生まれてしまったわけなんですけど、まあ、北選手が、1年目から1軍に出ることによって、なんか個人的にね、育成をこうすっ飛ばしてしまうんじゃないかっていうのは心配してたんですよね。はい。で、具体的に掘り下げていくと、太田亮選手はね、1年目に1軍昇格目前で、オープン戦で千賀投手に待てられて骨折をしました。で、2年目は、キャンプで1軍スタート切るんですけど、太ももを怪我してしまって、で、その年の、まあ、終盤ですね、決まったので、ちょっとこう、プロスペクトお披露目ではないんですけど、起用される中で、日本ハムのサードのビアヌエバ選手と、二塁ランナーの太田選手が、衝突をしてしまって、まあ、その後に骨折をしてしまったということで、1、2年目、なかなかじっくりこう、育成の時間っていうのを設けることができず、2、3年目迎えて、いざセカンドのレギュラーへ、4年目もそうですけど、今年もそうですよね。なかなかちょっと台頭しきれていなかったりします。なので、まあ、額と出陣ではないんですけど、当時のね、太田亮選手から見ると、オリックス1軍だと、西野選手とか、大城選手とか、福田周平選手、二遊間、サードの選手で言うと、ケイダもいますし、足立選手、T さん、ファーストもいますんで、内野の布陣っていうのは数としてはたくさんいるので、やっぱり太田選手が育成するまでの時間っていうのは、彼らが1軍でこう、出場することによってね、埋め合わせてくれていたんですけど、まあ当の本人のね太田選手がちょっと怪我をしてしまった、こういうことでした。で、2位のね頓宮選手もサードでね期待をされて指名されてたんですけど、ルーキーから骨折で離脱をして、2年目にも開幕前に骨折をして振った、もう完全にすっ飛ばしてますよね。ただまあ頓宮選手に関しては、今年ね2軍でかなり調子良くて、昇格をしているんで、まあ、やることはないっていうのは見てわかるんですけど、それこそここ数年プロスペクトたちを集めているオリックスですけど、源選手、池田龍馬選手の育成をまたすっ飛ばしてね、太田亮選手とか頓宮選手のように二の前になってしまうところだったので、この二人、これからご紹介するこの佐野光大、中川圭太の活躍っていうのがすごくオリックスの戦力的にもそうですし、長期的に見てもこの二人の存在っていうのは改めてでかいなと思いました。で、佐野光大選手はね左キラーということで、対左と右でそんなに打率変わらないんですよ。まあ、2割4分と2割2分で、通算だとね間取って2割3分7厘ホームラン2本ですけど、悲しいですけどね、この数字が佐野光大選手にとってはキャリアハイの数字になってるわけですよ。はい。で、この去年正隆からを周平の次に来た選手が来たということで、佐野光大選手何してたんだという感じなんですけど、去年はねまだなんかこうスイッチをやったりとかいろいろこう試行錯誤してましたよ。打率も1割5分切ってますからね、ホームラン1本ということで、まあ元々ね投手で、指名をされて、育成も経て内野やったり外野やったり両打ちもね、やめてまた始めてみたいな3回ぐらい繰り返してると思うんですけど、今まではねこうダイソーの切り札っていう立ち回りが多かったんですけど、最近この足盗塁っていう部分でもちょっとこうスランプなの
か、あんまりこう調子がよく見えないので、もしかしたら、足の部分でもねスランプっていうのが我々にはわからないところであるのかなと思うんですけど、対左ということもね、で対左キラーというね役割をしっかりと担っているというか、ポジションを与えられているので、去年とはね打って違って、正隆郎周平キラーにはなってないっていう感じですよね。ここに佐野光大選手とか今からご紹介するケイタが入っているということなので、まあ学徒出陣というか育成時間をこうすっ飛ばすことがまあないんでね、そこはすごく安心をしてます。はい。まあ池田龍馬選手とかは、コロナの大量離脱の時にまあそんな言ってられなかったんでね、出れる人がいなかったんで出場していましたけど、まあいい経験というかお披露目というかね、はい。まあ終盤にやるお披露目をまあ序盤に持っていったっていう風に改めてこうポジティブに考えると、まあまあまあいいんじゃないかなっていう風に思うんですけど、まあそんな感じでございます。佐野光大選手はまあその4番手5番手というかその外野の層をある程度こう埋めて、プロスペクトたちが学徒出陣しないようにまあ帯同してくれてるっていう話なんですけど、中川圭太に関してはですね、学徒出陣をこう埋めてくれるどころか普通にレギュラーになってしまったんで、これはある意味いい誤算ですよね。で中川圭太選手ですね、今年はまあ3番に収まって、まあ5番やったり6番やったり1番やったりとかいろいろありましたけど、まあ、中島チルドレンということもあってね、一昨年ね無敵の中川ということで4番でこう使われたりもしてましたけど、もちろん今年も正隆がいない時は4番打ったりしてましたけど、今年は3番でセンターやったりねファーストやったり、何よりレフトのポジションが一番こうガシッとハマっていて、ケイタ自身もね割と守備よりこう打つっていうのがまあ魅力の選手なんで、どのポジションでやっていけばいいのかっていうのはちょっとこうねうろうろとさまよっていたんですけど、セカンドやったりサードやったりやってましたけど、一番こうポジションとしてガシッとハマっているのがレフトですよね。はい。で、その無敵の中川復活、ユーティリティ、そのセンター、レフト、ファーストもやる、かつクリーンナップを任されたということで、かなりここのね、中川圭太選手の活躍、台頭、復活っていうのが、今年のオリックスの躍進というかね、A クラスまでこう入れている、まあ大きな理由の一つなのかなと思います。例えば、3日の試合前時点なんですけど、打率は3割ということで、規定乗っている乗ってない含めてですけどね、オリックスの中では3位です。で、安打は76安打ということで、オリックスの中では5位ですし、オリックスの中で一番多いのがツーベース、17本なんですね。一番こうパリーグで3ベースが多い6本も記録していて、打率に関しては正隆の次の数字なので、まあ、かなりですね今このケイタを外してしまうと打線の勢いというのがぐっと下がってしまうぐらいの位置まで来てました。はい。まあ、そんなケイタね、ルーキーから交流選手を出したとか無敵の仲間って言われるぐらい活躍をしていたわけなんですけど、じゃあ去年4番手に北が来ていたんですけど、ケイタは何をしていたのかということで、まあ、2軍行ったり1軍行ったりねこううろうろとしてました。今年もね、2軍スタートだったんですけど、まあ、コロナの影響もあっていい意味でね、中川圭太選手にチャンスが回ってきてここまで活躍をしております。去年は打率2割1分2厘、ヒットが33、ツーベース3、長打率2割6分3厘7打点ということで、今年の数字を見るからに明らかに去年はあんまり良くないんだなっていうふうに思うと思います。その結果プロスペクトたち、北選手、源選手、池田龍馬選手がしっかりと時間を当てて、育成をすることができているということですね。北選手に関しては僕もこの間見に行きました。プロアマ選抜試合ありましたね、野球伝来150周年の、試合がありましたけど、そこでも出てチャンスで北くん回ってきてました。足もむちゃくちゃ速いしヒットも打ってましたし、体格はねもう一人群抜いてましたね。あの同じプロ野球の同世代の選手たち、アマチュアももちろんそうなんですけど、と肩を並べても一人だけちょっと体格がいかつかったので、まあ見ててね、北選手楽しみだなと思いましたけど、これまでねウエスタンで3位の、まあ、出場数を誇っておりますよ。で去年はね1軍にも行ったりしていたので、まあ今年ほどじっくりこう時間を当てて自分の課題にも向き合うっていうのは去年以上にあるんじゃないかなと思います。でもう一人ね源選手ということで、北選手の前にドラフト2位で指名をされた選手ですけど、あの去年はね本当に打率1割3分8厘ということで、マジでどうしたと、これやばいんちゃうかっていう風になってたんですけど、だんだん見れる数字になってきてるんですよね。北選手ですけど2位の出場数が、源選手なんですよね。で今年は打率2割1分7厘で、特筆すべき数字はですね、三振がめちゃくちゃ減ってるということで、去年119個、今年なんと後半戦が始まった今39になってるんですね。めっちゃ減ってる、すごい減ってます。そして安打も激増ということで、去年は二軍通じて46本のヒットだったんですけど、今年これまでもうすでに43本ヒット打ってるということで、オリックスね、福良 GM をかなりご満悦ということで、今はこう結果よりも内容にこだわっていると、質にこだわったりとか、あとは記事を見る限りだと、今年からねオリックスに加入した高橋コーチ、元日本ハムですけど、とまあ二人三脚でよりこうスムーズに出るスイングフォームっていうのを追求しながら、そのスイングを試合の中でどれぐらいできているのかっていう、この実現性みたいなところにも、だから単にこう数字を見て一喜一憂しているわけではなくてっていう、しっかり内容にもこだわっているということでした。
で、オリックスでね、割とこう、宮城投手に対してホームラン2本打ったりとかしてた、ソフトバンクのリチャード選手もね、2軍だと2割切ってるんですよ、意外と。うん、なので、まあ、この辺含めるとね、数字がこう、すべてものを言うってわけではないんですけど、源選手はこう、アウトの質、内容にこだわってる今年らしいですね。はい。なので、この北選手、源選手にもしっかりとこういう時間を、まあ、与えられているわけなんで、非常にこう楽しみですし。そして最後、まあ、ルーキーの池田龍馬選手ですけど、まあ、オリックスだとね、関西担当のスカウトが、本当に指名してください、本当に指名してくださいっていう形で、まあ、たまたまね、上位候補だと思っていたんだけども、まあ、身長と、あとポジションですかね、そこもあって、回まで残っていて、奇跡的に指名することができたわけなんですけど、オリックスの中ではね、本当に将来の、外野として、福田 GM を期待してるっていうふうに言っていました。今年はね、一軍でヒットも打ったりしてましたから、非常にこう、ルーキーならぬ活躍をしてますけど、やっぱりファームで、すごくこう注目すべきフォアボールの数が37個ということで、これウエスタンで2位なんですよね。はい。で、打率はね、2割3分ということで、まあそんなにバカスカ打っているわけではないんですけど、ホームラン3本ということで、まあ何でもかんでも選球眼が悪いっていうわけではなくて、しっかりとボールは見極めて、甘い球はこう芝くと。その芝く、まあ確率とかね、そのあたりは今、育成をしている段階なんじゃないかなと思うんですけど、しっかりと選球眼もいいっていうのが池田龍馬選手の特徴なのかなと思うので、このあたりですね、残り来年、再来年ぐらいはちょっと育成でしっかりとトレーニング積んでほしいなと、オリファン的には思ったりするので、非常にこう去年とはまた違った育成ができているなっていうふうに改めて思いました。はい。ということで、今日はですね、今年の、まあ、連覇に向けて、そして来年以降のプロスペクトたちの育成においても、中川圭太選手、そして佐野光大選手の2人の活躍っていうのは、去年とは違ってかなり大きいという内容でした。まあさっきも言いましたけどね、この二人が一軍である程度活躍をしてくれているおかげで、源選手であったり、池田龍馬選手とか北選手がガクと出陣する必要がまあなくなっているわけなので、そこが去年とは違いますよね。はい。まあとはいってもまだまだスタメンとベンチの差っていうのは激しいんですけど、去年よりかはまだ少しマシにはなってきてるなっていうふうに思ったので、改めてこちら動画の方に収めてみました。なので、ケータ、そして佐野光大選手の活躍であったりとか、ベンチとスタメンの差が激しかったりとか、あとは、プロスペクト3人ですね、北、源、池田、この3人に関してでも大丈夫です。何か思うこともしあればコメント欄の方に残してもらえたらと思います。ということで本日の動画はここまでとさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。